はい、えー。バッファローのですね、4TB の外付けハードディスク購入したので開封してみようと思います。PC で使う場合ですね、USB 3.0も対応ということで、えー、高速でですね、えー、データの転送できるので、とてもいいかなと思います。こちら20%アップ、えー、容量ですね、えー、できるそうで、 多分圧縮してですね、容、え、量、ー、を増やせるのかなと思います。あと、静音設計、節電モードもあるようで、あと、接続も簡単ということです。はい、それでですね、こちらテレビの録画用にも使えまして、 4TB ですので地上デジタルで499時間 BS デジタルの方で、えー、353時間録画対応できるようです。 中身ですね、接続用の USB のケーブルと、電源ですね、電源用のコード、こちらが入っています。 それと本体と説明書ですね入っています。 えーとここにですね、USB の接続と電源用の差し込み口あります。今回ですね、PC 用のデータ保存用に購入したんですけれども、バックアップするのにもですね、PC 全体とか 4TB ぐらいあれば、それほど容量を使ってなければ、バックアップ完全にできると思いますし、 えー、テレビの方もですね、かなり録画できるようなので、テレビでの仕様とか、えー、写真とか動画などのデータですね、大きいファイルをどん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 、えー、貯めていくとい、えー、ったときに、こういったソフト付けハードディスクがあると便利かと思います。今回購入したこちらですね、えー、4TB で 値段が確か1万5000円ぐらいで購入できましたので1、えー、つあるといいかなと思います。